伸びるか伸びないか、滑らないかを見極める方法として大きく3つの観点があります。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。本日はキャリア相談100本ノックの8本目をやっていきたいと思います。この企画は視聴者の方からリアルな転職やキャリアについての悩みをいただいて、直接僕が回答するというような企画になっています。今回の質問はこちらです。現在求人広告の営業職をやっている男、27歳です。ベンチャーへ転職したいけれど、どうやってベンチャー企業を見極めれば良いのでしょう、といった質問です。最近ベンチャーやスタートアップが増えており、転職も昔よりは活発してきた印象がありますね。ベンチャーやスタートアップといっても正直ピンキリで、どのように選ぶべきかわからないですよね。今回はベンチャーやスタートアップの見極め方についてお話していきたいと思います。まず本題に入る前に、ベンチャースタートアップと一括りに言ってしまってるんですが、ベンチャーというと1ベンチャー企業、2スタートアップ企業、3メガベンチャー、4中小企業といったような言葉がそれぞれ使われているのかなと思います。これらの厳密的な定義は明確にあるわけではないんですけれども、これらをひとまとめにベンチャー企業という認識で会社選びをしてしまうとミスマッチになってしまうと思うんです。なのでベンチャーに対して誤解を持たないように特徴をここで定義しておきたいと思います。まずベンチャー企業とは、ざっくり成長重視した企業であり、借り入れや株式でも調達している可能性があり、プロダクトや事業内容も決して独自性が高いものに限らず複数展開していることも多い印象があります。次にスタートアップですが、アメリカのシリコンバレーからインスパイアされており、創業年次も短く、新規性や独自性の高いワンプロダクトでエクイティ調達を前提とした会社が多い印象です。一方中小企業というのは、必ずしも低調や急成長を前提にせず、エクイティ調達よりはデッドで、つまり銀行からの借り入れを前提に長期で経営していくような小規模企業のことです。どちらかというと成長意欲というよりは、自分たちのやりたい範囲や分野を継続的に安定的にコツコツこなしていきたいといったマインドの人が多いのかなというイメージがあります。最後にメガベンチャーですが、実際はインターネット業界における大手企業のことだったりするんですが、1のベンチャー企業や2のスタートアップが巨大化し、複数サービスや事業を展開しているような巨大企業のことです。カルチャーや成長志向であるという点で、大手における保守的なイメージとは切り分ける意味でベンチャー的な存在だけれども、巨大な会社というようなことでメガベンチャーと呼ばれています。こんな感じで一口に言ってもベンチャーというのはいろいろなスタイルがあるんです。一概にいい悪いではないんですが、あなたが何を期待してベンチャーに転職したいのかを明確にしなければミスマッチしてしまうリスクが高いですよね。ではその上で、いよいよ本題に回答していきたいんですが、まずベンチャーの目利きの切り口として、プロダクトや事業内容の有望性、経営者や役員メンバーで目利きするというような切り口があります。しかしこれらは個別性が高く、一転職者が見極めるには正直難易度が高いです。それよりもどのフェーズのベンチャーに入るかを考えた方が、一社員という視点や立場からすると何を経験できるのか、どんな役割を得られるのかという意味で重要だと僕は考えています。ここで今回はベンチャーを成長フェーズに分けてお伝えしていければと思います。ベンチャー企業の中でも成長フェーズがあり、どのタイミングに入社するかによっても求められる役割や能力が大きく異なります。これはあくまで僕のエージェントとしての独断と偏見ですが、以下のようなフェーズの違いを感じています。もちろんビジネスモデルや組織図によっても変動性はあり、一概には言えない部分があるんですが、ざっくり乱暴に分けさせてもらうと以下のような形でいいのかなと思います。A は創業期であり、まだビジネスモデルやプロダクトも、いわゆるプロダクトマーケットフィット PMF に至ってない状態。つまり儲かる商材や事業を構築して試行錯誤している時ですね。また初期の創業メンバーも集めています。このフェーズで求められる人というのは、優秀な人というよりは野武のようにサバイバル力が高く、浅く広く何でもやろうとするようなアグレッシブな人が集まりがちです。B ですが、創業期である程度 PMF が見えた上で、それを拡散成長させるための準備段階で組織化を始めたフェーズです。その後の成長期のための仕込みや準備段階、検証段階と言えるでしょう。例えばですが、広告の費用対効果を検証したりだったり、 A の商材の顧客獲得数を増やしてより広いマーケットに受け入れられるかどうかを検証するようなフェーズです。また組織化していく中で、成長期に耐えるマネージャーになれそうなポテンシャルの高いメンバーを集めようとするようなことが多いかなと思います。 C ですが、そのまんま表現の通り一気に成長していきます。毎月の採用人数も多くて、一気に100名程度まで成長する会社も多い印象です。
そこでつまずく会社はビジネスモデルが思ったよりもニッチで市場が小さかったか、納品が属人的でスケールしないモデルだったか、資金繰りの失敗だったり、マネージャー人材の不足で採用しても大量離職などのどれかのことが多い印象です。ここではある程度組織が役割分担されていき、各班時期なので営業など売上を増やすための専門役割を複数名採用を行うことが多いような印象があります。ここで新興市場の上場を迎える会社も多いです。それまでは未経験の20代でもバイタリティがありカルチャーマッチしていたら採用していたような会社も、業界職種経験者も一定中途で採用できるようになっていきます。次に D ですが、実は C を超えて100名前後で成長の踊り場を迎えて、この後数年間停滞し続ける会社も多いんですが、一定マーケット規模が大きいプロダクトを提供していたりとか、マネジメント育成にしっかり投資してきた会社、それによって多角化がうまくワークした会社というのは次の成長期に乗り、さらに一気に成長していきます。 C であえて上場を見送ったような会社は D で新興市場上場を迎える会社も多いです。ここではスペシャリストと呼ばれる専門職、あとは事業開発担当者、他にミドルバックオフィスなど業務効率を高めるような役割の専門職種も採用されるようになっていきます。ここでいうミドルとは、営業企画や業務推進のような営業などフロント業務を援護射撃するような役割です。最後 E ですが、メガベンチャーと認められるか、その予備軍として業界で一定の盤石な地位を得て、ある意味中堅大手企業として認識されていきます。新卒採用を中心に採用していき、しっかりと時間をかけて育成していくようなスタイルになっていきます。新卒採用では補えないような専門職種に特定して、外部から中途採用して補完していくようなイメージです。カルチャー自体はいわゆるベンチャー的でも、実質は大手企業のように組織化や分業化が完了しているような段階と言えると思います。ここでようやく質問者の答えに戻りますが、質問者の方がどういった意図や目的でベンチャーへ転職したいか次第ですが、自分に自信や勇気があるなら B か C フェーズ、まだそこまでの自信はなく今の職場のカルチャーを変えたり成長感を感じたいといったような理由であれば D フェーズをお勧めします。大変だけど旨味があるのは B、 C は B ほどの旨味はないけれどもマネージャーくらいにはなりやすい、チャンスは多いです。D は多くの人にとってはちょうど良いサイズくらいのフェーズかもしれません、といったような答えになるでしょうか。また別の切り口の話になるんですが、ベンチャーへの転職を意識されている方が現実気になることとして、興味があるベンチャー企業が成長していくのか潰れてしまわないか判断する方法を知りたいといった方は多いと思います。ベンチャー企業に入社して身を預ける側からすれば、その会社の展望や将来性というのは自分の生活キャリアとは切っても切り離せないものですよね。伸びるか伸びないか滑らないかを見極める方法として大きく3つの観点があります。1つ目ですが、経営者自身や経営者が勝てる戦略やビジネスモデルを持っているかです。これはどういうことかというと、その経営者自身の特質ですよね。その人が素直だったり行動力があったり柔軟性があったり人を巻き込む力があるかどうかっていうのは重要なことだと思います。これはなぜかというと、企業や経営というのは常に変化との戦いです。変化に合わせて柔軟に自分が変わっていけるかということが重要なんです。また企業というのは一人では大きなことはできません。社内外で応援者を増やし人を巻き込んでいくことができるかどうかは経営者の重要な特質です。勝てる戦略やビジネスモデルがあるかということについてなんですが、それは経営者がビジネスセンスがあるかということです。このビジネスセンスとは何か、つまりこれは思いだけではなく勝てる戦略を持っているのかということです。よく思いがすごい強い経営者というのはいるんですが、全然儲からないようなビジネスを考えちゃったりとか、アイデア勝負みたいなような人って多いんですよね。ビジネスは競争です。戦いです。それに勝てなければ社員を守ることもできません。そういった思いは持っていて当たり前として、勝てる戦略を持っているかというような力、視点を持っているかが重要になってくるんです。ベンチャーに転職したいのであれば、必ず選考過程で経営者に会うようにして、経営者がこれらの特質を持っているかを見定めるようにしましょう。2つ目に市場選定です。儲かる市場と儲からない市場というのは決まってるんです。実はこの市場選定の段階ですでに勝敗はついてしまってるんです。市場選定によって同じ努力に対しての報われ方、リターン率というのは決まってしまうんですよね。つまり最初から市場選定を間違ってしまうと、どんなに努力を重ねたとしても報われることはありません。ビジネスの売上とは、客数×客単価×リピート率ないしは頻度です。魅力的な市場というのは、この客数が多いのか客単価が高いのか、リピート率や頻度が高いのか、これらで判断するべきなんです。
特に小資本のベンチャー企業においては2番目の客単価が大きいマーケットに参入した方が早く成長することができます。少なくともこういった視点でベンチャー企業やその経営者が市場を捉えているか、その上で参入しているかという視点は重要です。3つ目は組織力が強いかどうかです。これはつまり採用や新人教育、マネジメント育成に力を入れている会社かどうか、といったような意味合いです。永続的に維持発展し続ける会社というのは変化し続ける会社です。当たり前ですが、顧客も競合環境もテクノロジーも変化し続けます。それに合わせて事業やプロダクトもすぐに陳腐化していきます。つまり顧客から選ばれなくなってしまうんです。また一つのプロダクトや事業で成長し続けられれば理想なんですが、一つのプロダクト単体では顧客の多様なニーズに応えきれませんし、青天井ではなく成長に限界がありますよね。ですので事業やプロダクトは変化し続ける前提で、その変化についていける人と組織の方が多別化になるし、継続性や発展性が高いんです。そこに気がついて組織にきちんと投資ができている経営者や会社なのか、そういったところを見極めると良いでしょう。今お伝えした3つのポイントをベンチャー企業の選考の段階で見極めるようにしていきましょう。いかがでしたでしょうか。キャリア相談100本ノックの8本目をお送りしましたが、まだまだ相談を受け付けています。この動画の概要欄に Twitter や LINE アットの URL を貼っておきますので、そちらからどしどし DM で相談ください。またこの動画が少しでも良いなと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。